後半戦は広島ホークスのキックオフで試合開始という形になります。キックオフをしますのは広島ホークス66番の山岡、島根大学出身のルーキーです。トライサーズリターンに入りました。密集点をつきましてトライサーズ自陣35ヤード付近からの攻撃となります。失礼しました、トライサーズ自陣26ヤードの位置にボールは置かれました。トライサーズ自陣26ヤードからファーストダウン10。さあまず中央へのランプレーから展開を始めました。ラニバックは21番、前半戦終了間際素晴らしいラン決めました木田の総力にまず最初のプレーを託しました。約1ヤードのゲインとしています。トライサーズ自陣27ヤードからセカンドダウン9。さあ今度は21番木田にトスをしまして左オープンのランプレーとしました。しかしこれは広島ディフェンス陣集まりまして、このランプレーによるゲインほとんどありません。むしろ1ヤードロスに変えています。トライサーズサーダウン11、ボールオン自陣25ヤード。ドロープレー、パスに見せかけたランプレーで突破を図りました。しかしそのランプレーを見事広島ディフェンス陣集まりまして、こうフォースダウンに追い込んでいます。トライサーズフォースダウンでパントフォーメーションを選択します。このパントは広島陣35ヤード付近でボールデッドとなりましたが、イエローフラグ反則が発生しています。この反則いずれのチームにあったか、まもなく審判団からコールされます。先ほどトライサーズに反則がありました。5ヤードのバッタイですが、この反則はボールが止まりました地点からの反則成功という形で広島選択いたしました。従いましてボールが止まった位置より5ヤード進んで広島ファーストダウンとなります。結果的に広島
攻撃権を得ます。広島ファーストダウンテさあまずランプレーから入ろうとしましたが、これをトライサーズナイスディフェンス、何枠のランプレーを広島失礼しました、トライサーズ63番が対応し約2ヤードロスに変えています。トライサーズ63番は清原、愛知学院大学出身のプレイヤーです。広島これによりセカンドダウン12の状況となります。ボールオン自陣35ヤード しかしこれをランニングバック21番左奥に疾走、オプションプレーのピッチを受けまして見事攻撃権更新としました。広島ホークスファースター、しかしイエローフラッグが発生しています。失礼いたしました、反則が発生しています。オフェンスの反則です。ホールディング、相手選手を掴んでおりました。ボールを持っているチームは相手選手を掴んだり握ったりしてはいけません。押すことだけしかできません。10ヤードの抜体をこの結果課せられます。従いまして先ほどのプレー無効となりましてセカンドダウンやり直しとなります。広島セカンドダウン16の状況でプレーを再開します。さあまだ行く、ナイスファースター、クォーターバック3番ここで QB ドロー、決め打ちで自らキープレーをしました。今日つくように中央突破しさらにタックルをかわして大きく前進、見事攻撃権更新といたしました。広島ファースター素晴らしいランで攻撃権更新果たしました。広島ホークスクォーターバック3番は山口、アジア大学出身のチームのバイスキャプテンです。広島相手陣に入りましてのファーストダウンテン、さあ今度はランニングバックにボールを託しましたが、これはトライスターズのディフェンス陣に殺到しましてこのランプレーを阻止しています。広島ダウン1つ失いセカンドダウンに変わります。広島相手陣36ヤードからセカンドダウンテン、パス不成功、ここで広島プレイアクションパスを投じました。ターゲットは1番でしたが1番これをキャッチすることできずパス不成功となっています。ダウン1つ失いましてサードダウン3回目の攻撃に変わります。広島サードダウン10、ボールオン相手陣36ヤードさあボールをファンブルしていますがこの判断どうなったでしょうか。トライスターズが抑えています。攻守交代です。ターンオーバー、ここで広島はオプションプレーを選択しようとしましたがここでボールのファンブルが発生しました。何枠39番飛び込みましたがこれを抑えたのはトライスターズ、従いましてここで攻守交代です。ターンオーバー、見事攻撃権を奪うことに成功したトライスターズ、自陣41ヤードからファーストダウン10、さあそれを中央のランプレーでまず突破を図ります。キャリア21番ハンドオフを受けて
中央突破し約4ヤードのゲイン。キャリア21番は木田。サンダー翔星高校出身のプレイヤーです。トライサーズセカンダーシックス、ボールオン自陣46ヤード。これは広島ナイスディフェンス。トライサーズオプションプレーで状況突破をしようとしましたが、これを広島54番が見事対応し約3ヤードロスに変えています。見事な対応をしましたのは広島ホークス54番の大江、島根大学出身のチームキャプテンです。トライサーズサーダウン9、ボールオン自陣42ヤード。パス成功。クォーターバック19番、ここでワイドレシーバー18番へのパスを投じ、これを見事競り合いながら18番キャッチしましたが、しかし攻撃権更新には至っておりません。フォースダウンと変わります。しかし見事なパスキャッチを決めましたのはトライサーズの18番、勝山、天理大学出身のプレイヤーです。ですがトライサーズはここでパントフォーメーションを選択します。ここでイエローフラグ、反則が発生しています。ディフェンスの反則です。オフサイド。ボールが動く前に相手エリアに侵入しました。この結果ディフェンス5ヤードの抜体、下オフェンスは5ヤード前進となり、結果的にトライサーズ攻撃権更新となります。トライサーズファースター。トライサーズこれによりまして攻撃権更新を得まして、相手陣48ヤードからの攻撃に入ります。トライサーズファースターテン。ここでホイッスル。ここでチェーントラブルがありまして、一旦レフリータイムアウトが入ります。試合再開です。トライサーズ相手陣47ヤードからファーストアンテン。さあ中央突破を図りました。しかしこのランプレーを広島19番が見事対応しましてノーゲインとしています。広島19番は AJ コイコイ、フランクリン&マーシャル大学出身のプレイヤーです。トライサーズ相手陣47ヤードからセカンダウンテン。トライサーズここでスクリーンパスを展開しました。スクリーンパスは手前にいるレシーバーにブロッカーをつけて走らせるというキャッチアンドランのプレーです。見事決まりまして約8ヤードのゲイン。キャッチアンドラン決めましたのはランニングバック21番の木田です。ここで負傷者が発生したためレフリータイムアウトが取られています。試合再開です。トライサーズサーダウン2。
トライサーズファースター、クォーターバック19番オプションプレーで自らキープ、相手ディフェンスを隙を塗って攻撃権更新です。トライサーズファースター、見事攻撃権更新決めましたのトライサーズ19番の久保田、京都大学出身のプレイヤーです。トライサーズ相手陣35ヤードに入りましてのファーストダウン10、何は21番タックル受けながらセカンドエフォートで約6ヤードのゲインを果たしています。何は木田、この試合素晴らしい活躍をしています。トライサーズ相手陣20ヤードからセカンドダウン5、ドロープレー、パスに見せかけたランプレーで突破を図りました。しかしこれは広島のディフェンスもアジャストしており、このランプレーによるゲインはありません。ノーゲインでサードダウンと変わります。ここでホイッスル、ここで第3クォーター終了です。第3クォーター終わりまして、広島ホークス6点、トライサーズ0点、攻守方向入れ替え、最終クォーター第4クォーターに移ります。